はい、どうも、クレゾンでーす。これやりたかったんでしょ？あだだべてだーすみたいなね。何言ってかわかんないけど。うん、今回は、はい。クゾーファン待望の歩くトリフィールド第4弾。ということでね、お前やってみるよと。そういうことでね、今回、やることになりました。この企画に関しては僕はね、3の2で当たってるんで、先輩から言わせてみると、はい、まあ、当てて当たり前かなと。歩くトリフィールドっていうのはどんな企画なんですか？いや、今更なのこれ。あ、いや、まあ、初めて見る。ああ、そう。歩くトリフィールドってのはね、3箇所行った中で一番数値が高いところを当てると。はい。もう、ほんと単純な、ほんと機械頼りと。はい、その通りです。もうなのでね、感覚とかないから。もう今までトリフィールド使ってりゃ分かるでしょ？いや、分かんないよ。いや、分かってんだよ。当たってんよ。3分の2で当たってんか。これ初なんで。そうそう。緊張してます。緊張というか、まあ、散々人のこと文句言い散らかしてんだから、いや、当たった当たり前だよね、という感じでやります。まあ、今回クズオ君のファンのために、僕はやるという。そういうことではないと思うけど。いや、まあまあ、もう本当に。いや、もう初めて見た人からしたら何が何だか分からない。これだよね。うん。なのでね。まあ、そういうことを、はい、考えて、今回はやりたいなと思うので、頑張ってください。わかりました、はい。じゃあ、行ってきます！はい、着きました、一箇所目、はい。ここは、いわく何ですか？まず、映してください、どうぞ。踏切あるじゃん、はい、これ。奥見える。堀あるじゃないですか。うん。あの神社に行くのには、この踏切しかないですよ。トリフィールドでよかったわ。そうそうかそうか、うん、普通の動画だったら行かなきゃいけないじゃん。そうで、実際は心霊スポットって言われてるのは、うん、まあ、この踏切だけでしょ。だけです。で、まあ、ここなんですけど、うん、遮断機がなかったんだって、2007年ぐらいまでは、うん、それで事故とか、うん、まあ、自殺が多かったらしいですね、はいはいはい。で、ここは下半身だけの霊が出ると言われてます。絶対出ねえから大丈夫っていう感じの、まあ1箇所目、はい。で、まあ1回渡りますか。はい。俺が当てるんだもんね、トリフィール。そうだよ、君が今日メインだから。あ、でもそうだね、ほんと人専用の。あ、ほんとだ、足元がもうそうだもんな。ね、これしかない。なんで、まあ、これを超えると、まあ、すぐ神社になると。うわ、すげえな、これ逆にすげえぞ、マジで。これ、これ神社だけのための踏切だな。そうなのよ。へえ。うわ、見て。何？木。え？でこ。いや、そんなの今まで散々見てっけど。そこ、びっくりした、俺。やめてよ、そのリアクション。まあでもトリフィールドを使うのはこっちですよね。うん。この踏切のどの辺でやるかわかんないけど。それは俺次第でしょ。俺結構教えてるよね。いや、教えてない。この辺でやるよみたいな。じゃあこの辺。ここ？うん、この真ん中の辺。あ、真ん中ね。はいはい。カンカンになる前に。ああ、そうだね、確かに。まあじゃあ、はい、先行くものとかする。はい。ここはトラコ石と言われる場所ですね。トラコという人がいたんですね、昔、うん。で、その人が自分の体を求婚者たちに食べさせられたと。で、そのトラコさんの供養塔がここにあると。塩やりで。はい、まあそんな感じの場所です。じゃあ行きますか。嫌なんだけど、マジで。まあ、この全然映像じゃあんま伝わんねえのよな、これ。これ肉眼で見るのと映像で見るの全然違うね。違いますね、マジで。ここやだな。よく逆にトリフィールドここ使おうと思ったね。まあ、狭いので、あの敷地が。あ、そう。やだな、俺ここ一人でも戻ってさ、その数値測るのが嫌なの、マジで。行きますよ。失礼します。あ、こっちにもお地蔵さん。すいません、失礼します。まあ、お墓の中にあるんで、墓地の中に、まあ、全然関係ないお墓もあるんですけど、このおっきな、ここは普通のお墓なの？この周りはそうです。うん、この真ん中に見えます、あの大きい、はいはい、これが供養塔ですね、うん。だ、その前あたりで飛び入るやつ。いやー、マジ一人取り残されんのやだ、ここ俺。なんでこういうとこやるんだろう、今日。ナムは弥陀仏。全然聞かねえじゃん、俺の話。見える？見えてる、とっくの昔から。ナムは弥陀仏だよ。見えにくいんだけど。いやだよ、ナムは弥陀仏だと思うんだよ。じゃあ この辺でトリフィールドお願いします、ね。分かった。じゃあ早く行って、はい、もうすぐ終わって帰るから。
ちょっとすいません、来て、ちょっと来ていいから、ちょっとさ、ちょっと異常事態なんだね。どうした？異常事態発生なぐらい数値がやばい。まだ言っちゃダメじゃん。いや言っちまう、これはダメじゃん。びっくりするぐらいの数値が来たの。いいの言っちゃって、バレるよ。え、でもそっちではないんだよ、こっち側なんだよ。あ、この辺なんだ。やばくね？だから言ってんじゃん、だからやべえねよ。え、じゃあ、え、こっちは関係ない。すげえザワザワしてんの俺ずっと。え、でもこっちの数値は、そっちは全然違う。でもお前はここの前でやってたじゃん。そう、もちろんね。だからそこの前でやったやつはちゃんと覚えてる。ただ動いた瞬間半端じゃなくなった。まあ、ヒントになんないんならとりあえずいいですけど。もう全然ヒントになんない、もう別格だもん。なんなのこれ、やばいやばい、やばいやばい、8000、1万、やばいやばいやばい、じゃあ1万よ。いや、もしこの音だったらあっちまで聞こえちゃうもんね。だからやばいって。ちょ、持ってみ、持って歩いて。やばいでしょ。お、7000、9000、いや1万、4000、1万4000、1万4000。やだ、この音がやだもん俺もうすでに。まあでも全然じゃあ違うもんね。あそこは全然違う。あれヒントなんだよね。ヒントなんだよ。だからずれてから半端じゃねえ。そのお前がやってって言ったところは全然だった。ああ、まあ。っていうか、はい、こういうとこで上がるの初めてなんだよ。すごいね。平地じゃん。うん。あと今までなんかあの、何かに近づけた時。じゃあ今この辺でやってみて。全然なんじゃん。この辺一体なんかおかしいのかな。待って待って、大丈夫これ。実はあの石の前もこんくらい行ったんじゃねえかとか思っちゃうけど。あ、いや、じゃあ思ってていいよ。じゃあその方がいい、逆に逆にその方がいいね、俺は。どっちだべ。うん、その方が助かる。大ヒント言うと、はい、1箇所目と2箇所目そんな差がない。ああ、結構僅差だね。もう僅差だった。で今ずれてからがもう頭おかしくなってる。でもここは関係ないと、このずれた場所は、うん、あ、OK です。 OK、 じゃあ3箇所目行きましょう。はい、まあ、なんか江戸時代の方の屋敷の跡ですね。で、一応こっちです。あ、なんだ。ただ、何も残ってないの。一番何にもねえじゃん、ただの広場。一箇所目、二箇所目と大違いすぎんだよね。そうですね。草原じゃん、ただの。草原だね。そうですね、ここでは拷問とか、うん、殺戮とかが行われてたみたい。うわ、気持ち悪い。その怨念とかそういうのが残ってるんじゃないかと。うん、で、ただそれも未だにはっきりしてないというか。でも一応新スポーなんでしょ。あ、もちろんもちろん。なるほど。まあどうだろう、難しいな、ここ標高高いからね。まあ確かに、うん、標高が関係ねえってことはよく分かったんだよな。でもでもなんかいろいろね、入れてんじゃん揺さぶり、わざと見せてきたりとか。うん、何が本当に嘘だか分かんないし、うん、いつものお前じゃん。いやいや、マジで。でもこれ俺結構そんなでもないよ。何が？結構ヒント言い過ぎてるぐらいだから、まあこれ当たんなかったら逆にヤバいかなぐらいはあるよ。いや、ほら始まったもんね、うん、じゃあもう戻ってるんでお願いします。分かった。じゃあどこでやればいいの、ここ？まあそうか、じゃあこの辺でやるわ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。えい。正解は？早えな。何？おさらいとかないの？ないな、別に。今まで歩くトルヒロ3回やってるじゃないですか。うん。覚えてないですよ。どこでどういう数値が出たかとか。あ、俺覚えてるよ、もう。嘘。ザックで一番高いところさえ覚えてればいいから。でも、うん、そのまあ2箇所目のあの、お墓のところ。で、まあ数値上がってこう、びっくりしてきた感じだったじゃん。うん。まあその、ただその数値自体は、うん、ただ俺が言ったあの、生阿弥陀仏って書いてあったところの目の前で、はい、やって、それが答えでしょ。はい。で、まあ、3箇所目に関してはもう、もちろん分かんないし、うんうん、1箇所目も分かんないんだけど、うん。1箇所目とでも2箇所目が僅差って言ってたもんね。うん。へぇ、1箇所目、まあ、それが嘘かもしれないしね。あ、そっか。もちろん。そうだよね。お前なんか全部嘘だったでしょ。全部ではないでしょ。だから俺が言ってることが嘘か、本当かはもうお前が決めた方がいいよ。まあ、とりあえず僅差は僅差だったな。まあ、普通に考えたら、うん。2番なのよ。俺も逆だったらそう言っちゃう。うん。まあ、それでいいんじゃないじゃん。普通に考えるね。で、いいファイナルアンサーで。早いな。いや、だって。なんか言わせようとするみたいな。いやいや、ファイナルアンサーでいいんじゃないの。何その自信。
自信しかねえから。これ奈良さんじゃない方がいいのかなんじゃ。なんかムカつくな。いや俺いつもそう。分かったべ、ムカつくね。でこれでブー言われてみるめっちゃムカつくから。さらにムカつくから。言い方。まあじゃあ2番普通に。2番でいいの？普通に2番のトラコ石かな。はい。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。あ、かぶっちゃった。ファイナルアンサー。はい、ファイナルアンサー。でれれん。え、マジで？うん。え、嘘。え、待って、ほんと？ちょっと待って、唾飛ぶ、唾飛ぶ。飛ばしてんの、飛ばしてんの。え、待って待って。はい。え、本当に？正解は3番です。だから俺は塩やった方がいいって言ったの。なのに勝手に車乗っちゃってんだもん。まあ、俺これ言わせてもらうけど、なんで俺の時だけ全部トリフィールド高えのって感じよ。全部高えのよ、マジで。え、待って、じゃあ踏切どんくらい？お前、今まで散々トリフィールドやってきたけど、うん、10とか5とか。多かったね。なんかそんなレベルだったじゃん。ほぼゼロ。一気に今回だけ、もう何百なの。あ、じゃあまず踏切どんくらいでしょ？踏切がマックス多分3、400、400。え、そんなにあった？うん。で、2番目が600くらいだった。で、最後700。全部高いじゃん。全部高いのよ。でも僅差でしょ？嘘じゃなかったでしょ？まあそうっすね。だから言ってんじゃん。だから信じればいいの。俺は嘘ついてる。いや、なんか、すごい理屈的に考えちゃって。出た。ちょっと離れだけこんなになったっつって。1万とか言った。1万何千とか言ったじゃん。あの周辺そんなに出てて、あの石に近づけた瞬間に下がるってことはないって思っちゃった。ああ、なるほどね。でも、あそこでまずつけたから、その時300、400だった。ええー。ああ、なんだ、こんなに上がんだと思って。で、うわ、やめっかなと思って、こっち向いた瞬間、ビーッつだ。ここでカウントしてるから、俺は。その場所でって言われた瞬間に、カウントした結果、3、400だった、ね。まあまあ3、400くらいかな。400だったのかな。なんで俺の時ばっかこんな、怖えんだけどってさ、俺。めちゃくちゃ、バケタン赤を毎回 BB になるような感覚。わかるでしょ言ってること。ああ、わかる。そういうこと。もう怖いのよ、これ。印象が強すぎて、あの2番。うんうん、いろんな意味で。うん。だから、あのまんま2番って言うんだろうなと思ったから、3箇所目が低かったら、あ、俺負けだなと思った。で、3箇所目高かったから良かったと思った。もなんか徐々に上がってくるのも嫌だね。嫌だよな。ずーっとついてきちゃってたんじゃないの？ 1 箇所目から。だからそう考えると塩でしょ、うん、俺の言ってる意味わかるでしょ。そうだね。うん、もう車に塩ぶっかけが乗ってマジで、お前先に乗っちゃってから。怖いんだけど。うわぁ、負けた。まあ初めてやったけど。こんな感じなのね。悔しいね。悔しいでしょ。うん。で、しかも、まあこれで分かったと思うけど、俺は嘘はついてない。だから俺なんか揺さぶられたろ、これ。いや、俺はそういうお前みたいな、その詐欺師みたいな考えないから。素直に言っても、多分お前の性格上、なんか、いや、どうせこれ引っ掛けだろうなとか思うんだろうなと思ったから、いや、もう逆に素直に言ったの、全部。ああ、うん、はいはい。まあまあ、これがお前の実力だよね。普段俺のことバカにしてるけど、お前は当てらんねかっただろって。難しいだろこれ。難しいね。だろ？だからそういうことよ。めっちゃ難しい。で、言っときますけど、はい、スピリットボックスの方が難しいのよ。歩くスピボの方が、この数字を当てるよりめっちゃ難しい。本当に。これマジ新スポなのっていうところが多いし。で、新スポっぽいところが新スポじゃねえとか。そうだね。なのに、新スポじゃねえかったところが声で入るとか。意味がわかんねえから。まあまあまあ、でも俺は分かってたよ。ブーって言いたかったから。もうブー言えちゃった。初ブー言えちゃった、ね。もうだからお前にかけるためのブーを用意してた。ちょっと待って、ツバ飛ぶ。はい、ってことでね。はい、いかがだったでしょうか。しっかり外してくれました。ありがとうございます。こんな感じで終わります。はい。次の動画はどうなるか分かりませんけど、頑張りまーす